はい、皆さんこんばんは。イタリア街路樹のルーです。はい、今日はですねナポリに行ってきましたね。ナポリに行ってきました。で、ナポリでね、いろいろ食材を買ってきました。それをね、ちょっと皆さんと見ていきたいと思います。はい、これ時間出てないけど、録画されてるのかな？ちょっと待って。はい、見ていきたいと思います。じゃあね、ちょっと量が多いんで、今日はね、広角にしてますね。はい。いろいろね、もういっぱい買ってきたんですよ。いっぱい買ってきた、本当に。まずはですね、もうラーメン。ラーメンとかをね、いっぱい買ってきました。っていうのが、あれなんですよね。こっちでね、ラーメンとかが買えないんですよ。で、ラーメン買おうと思ったら、アマゾンとかしかないんでね。だからね、もう思い切っていろいろ買ってきました。これもうちょっと、カメラ上向かないかな。足元にここまでしか入らないよね。ここまでか。ちょっと厳しいなぁ。ちょっと厳しいなぁ。広角にしていい？あ、何やってんのこれ。もっと引っ張っていい？はい。ちょっと画面引っ張ります。ね。はい。じゃあね、今からちょっといろいろ。出していきますね。ここまで入る。で、ここまでも入る。ここまでも入るね。はい。いっぱい買ってきたんですよ。で、アマゾンとかでも、本当に、買うことができるんですけど、まあ、ほとんどね、ないですけどね。種類が違うの、これ。アマゾンとかでも買うと、値段が高い。めちゃくちゃ高いんですよ。で、本当にね、ちょっと買っただけで、もうすぐに数万円ってなっちゃうんでね。で、また物がね、
届くのが遅かったりね、します。どこまで入る？ここまでが精一杯か。じゃあ、これを下げて、これを下げて、ここにもう一個いけるね。もう置けないじゃん。これがこれでしょ？めちゃくちゃ買ったでしょ？これでしょ？いやもうこんなのね、全部食べたことないんですよ。でもね、行くことがないからさ。ナポリにね。ナポリに行くことがないからさ、もうここぞとばかりにね、2往復して買ってきました。2往復しましたね。よいしょ。これが一番でかいよな。これが欲しかったんですよね。はい、こういう感じですね。はい、じゃあ皆さんね、もうラーメンだらけですけどね、まあこんなもんしか売ってないんですよ、本当にね。で、まあいいかなと思ってここぞとばかりにいっぱい買ってきました。はい。でね、一番目当てはこれだったんですよ。キムチ、わかる？韓国のキムチ、こんなもんねないんですよ、本当に。こんなものね、まあ、キムチちょっと食べたいなとか、日本人だったらキムチって食べたことあるじゃないですか。でね、ちょっとキムチ食べたいなっていう時に、まずない。存在しないんですよ。日本食レストランはキムチなんか使わないじゃないですか。で、韓国レストランなんてないからね。ここ、ベネベントもないし、ナポリもないし、ローマであるのかな？見たこともない。で、韓国系を食べたい、焼肉とかね、こういうキムチが食べたいと言ったら、パリに行かないとないんですよ。ね、めちゃめちゃ遠いじゃないですか。やっぱりイタリア、南イタリアからパリってね、早々に食べれるもんじゃないし、で、去年の夏ね、行った時にキムチとか焼肉とか食べて、韓国レストランでね、まあ、もうすんごい懐かしくて、それも8年ぶり、前の年に行った時、その前コロナで行けなかったでしょ？だから2、3年ぶりに食べたわけですよね。で、そんな感じになっちゃうんです。ラーメンとかはね、まあその辺でちょっとあったり、スーパーであったりしますけど、こんなものはない。存在しない。で、アマゾンで買うと8ユーロします。でも、そうやってナポリのお店とかに行くと5ユーロで売ってます。ね。これ買ってきました。もうこれをね、ラーメンにぶっ込んで、キムチラーメンにして食べたいんですよね。このまま食べるのはちょっと辛すぎて食べれないんでね。ラーメンに薄めて食べるって感じです。美味しそうじゃないですか。キムチラーメンしたいですね。はい。これをね、もう、ここぞとばかりに3つ買ってきました。こんなにいらないかもしれないけど。まあでもね、食べれないんでね。もう絶対二度と食べれない。日本に行くかぐらいですね。食べようと思ったらね。日本いくらでも食べれるんでね。韓国のものはね。韓国のものを外国で食べるってやっぱ難しいですね。で、なんかこういう、これ中国でしょうね。紅焼き牛肉麺。なんか辛そうでしょ？まあ、こんなもんもさ、普通ないからさ。だから買ってみました。辛そうなね、感じ。何味か全然わかんない。牛肉かな？牛肉のなんか顔？牛肉の皮が入ってんのか分かんないけど、よく分かんない。全然分かんない。でね、この、辛ラーメンって僕は言ってたんだけど、日本では辛ラーメン。まあ、辛って書いてますね。ちゃんと辛ラーメンって書いてますね。はい。これもあんま食べたことがないんですよ。で、日本でよくなんか辛いの食べて、ウェーとか言ってるじゃないですか。辛ラーメン辛いよとかって。でも美味しいとかなんか、よくね、配信者さんが言ってるんで、まあ食べてみようかなって。昔からこれあるじゃないですかね。昔からありますね。で、食べて一時さ、体に癌になるようなものが見つかったって言って、販売禁止だとか輸入禁止だとか、日本でなんか、あれ何年前かな？ 10 年前ぐらいになんかすごい騒がれてたじゃないですか。多分その世代を知らない人らが辛ラーメンとか食べてるんでしょうね。か、ニュースを全く見なかった人らが平気で辛ラーメンとか食べてるんでしょうね。すごい問題になった製品ですよね、これね。なんで今ね、まあ、外国ではそういうことを、そういう問題になってなかったんで、日本だけがガーって問題になってたんでね。だから外国では普通に今までもずっと売ってました、この辛ラーメンってね。で、日本その時に販売とかやめたはずなんだけど、今ね、なんかやってますね。よくわかんない。
その問題になったのはよく知ってるんですけど。はい。で、これ美味しそうでしょ？なんか、多分ね、豚骨ラーメンだと思うんですよ。牛肉麺って書いてるけど、色的にね、豚骨じゃないかなと思って買ったんですけど、まあ、豚骨っぽいんじゃないかと、ポークとかも入ってるから、多分こういう味なんでしょうね。お腹空いてきた。を買ってきました。これもね、3つ買ってきましたね。はい、3つ買ってきました。で、これね、こんなもん見たことなかった。これもね、なんか、これも牛肉って書いてますね。全部牛肉って書いてますね。なんかよくわかんない。けどなんか色的にね、なんか、なんか、美味しそうかなと思って。で、これがね、本命なんですよ。これは豚骨でしょう。色的に。ロー、ボー、読めない、ユー、アジ、メン。全く意味がわかんない。全く意味がわかんないけど、まん、じゅ、じゅくじゃないな、これ。なんだこれ。わけわかんない。大ユー、包み。なんかちょっと美味しそうかなと思ってチャレンジ。こんなチャレンジしました。で、これね。これはもう完璧。豚骨でしょう。豚骨包み。これ豚骨ラーメンでしょう。これもっと買ってきたらよかったかな。これ2つしか買ってこなかったですね。これが本命ですよね。僕、豚骨ラーメンが食べたくて、行きましたからね。で、カップラーメン。こういうの見つけました。これ、カップヌードルのね、なるべく豚骨っぽいのを、まあ、これ、エビだな。あんま見てなかったな。これ、エビですね。エビだな。これ、見つかったのは全部エビ。ああ、なんかいろいろ種類あったのにな。ちゃんと見てなかったな。ちょっと舞い上がっちゃいました。すいません。気持ちが高ぶってさ。気持ちが高ぶって。とろけるカレー。これ、いくらだったんだろう。前8ユーロだったのにな。レシートがね、全く貼ってないんですよ。だから買うときね、意味わかんない。いくらなのか全然わかってなくて買ってます。もう仕方ないね。レシート全然貼ってないもんね。前はこれもね、8ユーロだったんですよ。今いくらになってんのかよくわかんないね。これね、ゴールデンカレーってあんまり美味しくないんですよね。これね、ほんと美味しくないんですよ。でも、残念なことに、このとろけるカレーっていうのが美味しくて、でもね、甘口しか売ってなかったんですよね。で、甘口ってなんかもう甘ったるくて食べたくないじゃないですか。中辛がいいじゃない？いいじゃない？多分中辛が一番美味しいでしょ。で、とろけるカレーの中辛を探したんですけど、なくて、だから仕方ないからこのさ、ほっとこの辛口ね、ゴールデンカレーの辛口と混ぜて使おうかなと思いました。混ぜたら、中辛になるじゃないですか。まあそういうやり方でもいいかなと思って。でね、これほら、お好み焼きソース見つけたんです。これさえあればお好みがもうほんと美味しいからね。これも最高です。これがなかったらお好みは食べれません。で、お好み焼きソースがなかったらお好みなんて食べれないよね。作れるけどソースがないからマヨネーズつけて食うか。それまずいし、塩かけて食うか、それもまずいじゃん。ソースがないと食べれないからね、お好み焼きはね。これさえあれば完璧。たこ焼きソースもあったんですけどね、もうこれだけにしました。で、醤油ね、いつも買うのが、このキッコーマンのやつね。これこの間スーパーで買ったやつね。これもう6ユーロぐらいするんですよ。7.5 ユーロだっけかな。高いんですよね。めちゃくちゃ高いんですよ。今なんか値段が上がってさ。でもこれキッコーマンのこのボトルのやつね、売ってるんです。ナポリのあのお店はね。これ、このボトル、でっかいボトルで6ユーロですよ。あんなちっちゃい瓶で7ユーロで、これが6ユーロ。1リットル入って。そりゃこれお得でしょう。めったに醤油使わないけど、あれば便利じゃないですか。で、買ってきました。でね、僕ずっと欲しくて、何年前だろう。3年前、4年前からずっとね、アマゾンでね、どうしよう、買うかな、やめようかな、どうしようかなって、ずっと悩み続けて、未だにね、高すぎて買わなかったものがあるんですよ。それが、なんとこれ、じゃん、見てこれ。焼肉のタレ、見つけました。こんなでっかいボトルで。日本語で書いてるでしょ？
焼肉のタレ。これは買わないといけないでしょう。なんとそれも15ユーロ。安い。日本円で言ったら、いくら？まあ、1300円ぐらい？あ、違う。全然違うわ。1800円。まあ、2000円弱ぐらいですかね。言うたらめちゃくちゃ高いんですけどね。日本で言ったらこんなもん2000も出すのかって高すぎるんですけど、こっちで言ったらこんなもん売ってないからね。手に入らない。誠ってなんかどこのメーカーだよって思うんだけど。これね、ほら、ごまも入ってさ、ちゃんと多分日本の味だと思うんですよ。これを買ってきました。これめちゃくちゃ嬉しい。お肉はさ、いくらでも手に入るからさ、これでも焼肉できるじゃない？ジューって、薄切りにしてさ、薄く切ってさ、ジューって焼いて、これで食ったらさ、もう完璧焼肉。超最高。でね、お好み焼きが食べれると思って、キャベツも買ってきました。スーパーでね、ちゃんとしたキャベツが、あれキャベツかなっていう怪しいやつしかないからさ、これはもう完璧ね、アジアンショップで買ったから、完璧キャベツです。こんなのが売ってない、ベネベントには。なんかこう、キャベツっぽいけど、キャベツかなっていうようなものしか売ってないんですよね。これも完璧ですから、もうこれ超嬉しいね。これでね、お好み焼きを作ります。もうめちゃくちゃ嬉しい。こんだけを買って約100ユーロですね。だから1万4000円ぐらい。高いよね。やっぱアジアンショップね、やっぱ最近輸入がさ、上がって、で、元の値段も上がって、やっぱちょっと上がってるから、こんだけ買っちゃうと、値段高くなりますよね。まあ、これが15でしょ ?30 でしょで、40でしょで、こんだけが60ユーロするってことでしょ一体、一つがいくらなんでしょうね多分1ユーロとかするはずだから、何個だろう ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。このね、こういうやつが16買いました。で、カップヌードルが3つですね。カップヌードルはちょっとね、高めだと思うんですよ。だからまあ、こういうのちょっと高いんでしょうね。で、あとまあ、こういうのね、4箱買ったりしたから、まあ、あのままの、前の値段のままだったら1個が8ユーロするから、まあ、約1000円するからね、これだけで4000円しますからね。で、カレー、まあ、この時期、梅雨時期ってカレーよく食べてるな、俺。よく食べてるな。カレーも美味しいよね、ご飯とね、食べてね。めちゃめちゃ美味しいね。こないだ作ったさ、カツ丼のカツあるじゃん。あれカツ揚げたらさ、カツカレーできるよね。うわ、なんかカツカレーも食いたいな。なんか美味しいのいっぱいできるな。で、こんだけラーメンね、これカップも入れたらさ、19個あるじゃん。約20個ね。これをね、どんだけで食べきるかって言ったら多分3ヶ月ぐらいありますね。3ヶ月、4ヶ月はあるかもしれない。賞味期限切れるかもしれない。食べれないね。ちょっと大変だな。頑張って一人で食べまくらないとなくならないよね、こういうのね。まあでもね、こういったものを買ってきました。で、今日ナポリでね、一日中結構配信つけてキャスの方でね、やってたんですけどね。ほんと面白かったですね。歯医者ちょっと唇引っ張られて唇ちょっと今腫れてるんですけどね。痛い。ちょっと切れてるね。ちょっと痛いんですけどね。ナポリでね、この景色を見てはしねえのね、綺麗な景色をね、ちょうどみんなに見てもらえたし、で、街中ね、ちょっと徘徊するのもいい。車でね、普通入っていけないようなところ、みんなが知らないようなね、抜け道とかね、入ってスパカナポリの方もね、スパカじゃないな、スパニオーリだな、ピアツスパニオーリですね、の方もね、回っていけたし、で、ボーメロでね、ちょっとコーカ飲みながら、コカ・コーラ飲みながら、みんなと話せたし、超楽しかったですね。天気も良くてね、ほんとびっくりしましたね。で、帰りもね、帰り道、ポンペイのね、この上のね、このベスビオ火山ですね。はい。それも綺麗に見えてたしね、ちょっと雨降ってきましたけどね、帰り。で、そこもね、リスナーさん入ってきて、で、いろいろお話ししてくれて、詳しかったですね、あの人もね。みんなね、リスナー歴長い人っていうのはね、詳しいですよね、専門知識がね。
で、僕はリスナー歴はそんなにないからね。配信側であんまりリスナーで回ったことがあんまなかったからね。一人で配信してわーってなってる感じでしたから、専門知識ってほんと少ないですね。はい。外国に関してはね、自分で目で見たものをよく知ってるんですけど、一般的に、なんていうんですか、公開されてる知識とか、そういったもののね、吸収がほとんどないんで、ほんと目で見たものしかわからないんですけどね。まあ、こういったものをね、よく買ってきました、今日はね。ほんと今日は楽しい一日でした。キャスでのんびりね、配信するのもほんと楽しいですね。はい。いっぱい来てくれてありがとうございました。お礼をね、ここでね、ほんと言わせていただきます。ありがとうございました。コメント飛ばしとかもね、多々あったと思うんですけどね、許してください。はい。じゃあ、こういう感じで、後でって、まあ、数日後にこれ焼肉食べたいと思います。美味しそうだな。めちゃくちゃ美味しそう。はい。じゃあ、こういうことでしたね。イタリアガイロジュルーでした。ありがとうございました。またねー。